はいどうもタクタクです。アークサバイバルエボルブドやっていきましょう。まあ、前回ねパラケテリウム、今お尻が見えてますね。このお尻2体をなんとかテイムしました。いいお尻ですね。でもなんか色違いのお尻、そんなこと言ってる場合じゃないですけど、今回はなんかワニがね2種類いるらしいんですね、この辺には。なんでその両方とはいかないかもしれないけど、まあ、どっちかちょっとテイムしたいなと思います。でちょっと探しに行きたいんだけど、ちょっといろいろみんな密集しててどうすればいいんだろう。プテラノードンで行こうかな今回。ちょっと一回プテラノードン乗るわ、頑張って。よし、じゃあ空から見ていきたいと思います。いるかな、欲しい時にいなかったりするよね。で絶対出てきて欲しくない時に出てくるんだよワニは。あ、いた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 。登ってこれる君。あ、登ってこれない感じだ。ヘビもいるな、でもな。こういう場合どうすればいいんだろう。ヘビは登ってこれるんですね。あ、いてててて、やばい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 。ちょっと逃げろ逃げろ、一回逃げよう。絶対来れないとこ。こういう高いところね。いや、これ気絶しちゃうんじゃないか、これ。プテラちゃん。プテラちゃん、ちょっと気絶しないように。これ食べさせてあげよう。白いのは気絶したがりますからね。あ、2体とも追ってきた。2体とも来たか。これうまく戦えないかな。あ、なんかディブロサウルスが下にいるな、テイムした。あのワニをうまく。ディブロサウルス忘れてた存在。ほっ、よし。いいぞ。この岩の上で戦う作戦、急遽ね。あの、ヘビも邪魔くさいんだよな。こいつはどうなの？ちょっと先にヘビの方がいいかもしれないな。まずヘビを寝かせる。ちょっと、見えない姿が。ワニのいるところに落ちてるとこしたら嫌だな。あ、これもしかしてもう気絶してる？どうなんだろう。ちょっとわかんないな。ヘビも気絶させないと。どこ行ったんだろう。あ、いる。どうなのどうなの、当たってんのかな。当たってな。ヘビの頭をよっ、気絶してくんないかな。おっ、オッケー、気絶した。もう、あともう一匹いるから。ちょっと待ってよ。太いね。これ一発ぐらい入れといた方がいいのか。気絶してあげるために。ちょっと動かないでほしい。あーって気絶した！ラッキー。ラッキーなのか？いや、おかしいね。ラッキーという表現おかしいな。これ、降りて。え、まだいいの？まだいいじゃん！どうすんのこれ、どうすんの？やばい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 。一回離れようか。一回離れて。よし、私と勝負だ。おりゃ。オッケー、ナイス！ディブロサウルスナイス！よし。で、あとはこっちだ。こっちで、まずワニさん。ワニさんにお肉をあげよう、なんでもいいから。で、気絶値をあげたい。あ、なんか、待って。ヘビいる。すごい顔してんな。これだ。これ、こいつはいいか。こいつテイムできないんですよ。なんか、切れさせても。こいつは殺してしまおう。地道に。オッケー。肉をもらっとこう。あ、いていて。助けて。あ、いていて。よし。落ち着きましたね。じゃあ、こいつは、ちょっとまたテイムするのに時間がかかりそう。
なので、ちょっと、掘っていこうかな。掘っておいて、もう一種類いるんですよね、ワニさんが。そっちが結構ね、凶暴。で、素早い。ちょっと注意しながら行こう。いるかな？意外とあっさり出てきてくれたから。なんだったっけな？なんか似たような、違うような。覚えきれないよね、量がいっぱいいるし。見た目があんまり変わんない場合があるからさ。やばい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 、見つけた見つけた見つけた、というかこいつ人をさらうんだよ。おやばい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 、殺される殺される、やばいやばいやばい、あー、カプロスクスか。カプロスクスというワニをテイムしようと思ってたんだけど、これはやられたね。あ、しかも全然関係ないとこに全然関係ないとこに来ちゃった。大丈夫かな、カプロスクス。どうなったかな、まだいんのかな。ちょっと慎重に慎重に。絶対この、うわ、いるわ、まだおる。ちょっとこいつを誘導して、うわー、あっという間にさらわれるんだけど。ちょ、プテラ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 、助けて助けて、プテラ助けて、プテラ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 助けてー、やばい、またやられる、プテラちゃんプテラちゃんプテラちゃんあ、厳しい。もう、ま、何回やられるんだろう、俺。大丈夫かな。え、つか、俺の、プテラちゃんとかどこ行っちゃったわけ、これ。大丈夫なのかな。近くで指示出しをすれば多分また、戻ってきてくれるはずだから、ちょっと近くに指示出しを出そう。この辺にいるはずなんだよな。多分この辺でやられたから。え、戻ってくるかな。結構いるもんだって。ここから見たら、わかるもんね、今一体。あ、どっか行ったけど。どこ？プテラの姿が見えん。殺されちゃったかな。あ、戦ってるのか。あ、戦ってるわ。まずい！あー、今ちょうどやられた。マジか。厳しい。そんなに強い。どうしよう。もう一体いるはずなんだけどな。姿見せてくんないかな。いない。どこにいるんだろう。あれを取り返したいんだけどな。思い切って一回着地してみる。やばい、来てる！おー、怖えー！危ねえ！怖い。怖い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 。ちょっといろいろ装備あるんだけど、装備回収すらできない状態。いないのかな、俺のプテラちゃん。もう一体いるはずなんだよな。パラケテリウム連れてきた方がいい？パラケテリウム、体にするか。ちょっと、厳しいな、これは。パラケテリウム体に任せるわ、これは。ない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 。ない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 。今度は何？次から次へと。まずい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 。あっ、プテラノドンがやられた。ちょ、まあ、どうなってんのどうなってんの。プテラのサドル全部なくしちゃ、やべ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 、助けて。ああ、テラーバードか。なんてこったい。
いや、ひどい目に遭いました。結局早くやられちゃって、初期スポーン地点まで戻ってきたという。どうしよう、俺の物資もう取り返せないかも。てかもう手遅れだね。もう20分くらい経ってるから。で、最初のワニさんはどうなったかな、ちょ、それだけでも確認しよう。じゃあ、今日何やってたのっていう話になっちゃうからさ。もう、辛い。そして視界は悪いし、雨で。多分こっちまでテイムできてなかったら俺泣いちゃうかもしれない。泣けって感じですよね、勝手に。頼むよ、こっちはテイムできててくれ。あー、あ、違う、これディルフォーサウルスだな、これ。あー、できてるっぽい。よかったー、レベル4。サルコスクス。やったー、全然雨で見えねえ。雨で全然見えないけど。よかったー。じゃあ、ちょっとついてきてね。お家帰ろう。もう今日はこの子だけでいいや。そういえばこのサルコスクスのサドルはあるのかな？サルコスクス。いや、この名前が難しくて覚えきれないよ。検索で調べればいいか。猿で出てくるかな。ワニなのに猿で出てくるってね。サルタ、誰だ。サルタって誰だ。あ、ある。サルコスクス。あ、意外と作れるけど、皮が足りないかもしれない。一応これを解放しておきましょう。わ、夜だな。作れるかな？ちょっと作ってみようか。なんかセメントと皮があったから多分できるんじゃないかな。これと、サルコ、あれ。あ、これは普通に自分の手持ちでやるってこと？サルコ。これか。サルコスクス。あ、これだ。ちょっとやってみよう。よし、ちょっと乗ってみようか。おぉ、でけえ。でけえな。走れる、走れる。お、早い、早い、早い。意外と早いよ。で、泳ぐときは？今、くしゃみしなかった。うわ、泳ぎめちゃくちゃ早い。え、すげえ。泳ぎが、驚異的速さだけど。今、なんかぶつかんなかった、俺。ああ、もう一匹のワニがいるんだけど。え、これは何？敵？これ敵だね、絶対ね。やめて。ちょ、内心。逃げよう。最初の拠点まで行けるんじゃない？これね。早っ！やべえ。え、ワニさんめちゃめちゃ優秀なんだけど、早い。しかも全然スタミナが減っていない。え、すげえ。早っ！ワニって泳ぐのこんなに早いの？え、結構距離あるんだけど、拠点ね、最初の。あっという間に着いちゃうじゃん。おー、すげえ！これはいい子を仲間にしたな。ビューっと行って、もうすぐ着きそう。ってか、もう着いたんじゃない？これ。あ、着いてる。行き過ぎちゃった。すごー！やば！あっという間。え、めちゃめちゃ優秀じゃん、この子。うわぁ。なんか可愛く見えてきたもんね。はい、というわけで、今回はワニをテイムするということで、サルコサックス、スクス。まあ、どっちもいいや。はい、無事、ゲットしました。もう一体の方があまりにもすばしっこい上に凶暴すぎて、ちょっと、どうしようもない上にプテラノドンをね、2体ほどかな？見失うという事態になってしまいました。はい。もう一体もしかしたらいなくなってるかもしれない。なので、このリベンジはね、近々、この拳で、はい、抵抗したいと思います。それではね、また。いやー、どうしよう。あれか、パラケテリウム軍団でちょっと、リベンジしに行くかな、今度はね。はい。というわけで、またお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。